幸運の木星が恋のハウスに入っています、はい、これはもう一言恋のチャンスがすごい広がってるんですね。ぜひ目を向けていただきたいのはとか、うん、とかです、うん、全体運がいいですよっていう星座さんはいらっしゃいますか。良くも悪くも注目すべきはとさん。皆さんこんにちは。本日のバイラチャンネルは前回に引き続き占星術研究家の加賀美隆二さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。この動画では、うん、運勢別の星座ランキングについてお伺いしていきます。というわけでやっぱりバイラ読者が一番気になっている仕事運からいいですか。2024年仕事運の第3位からいきますか。はい、双子座さんあたりにしようかな、うん、冥王星が9ハウスに入ったりとか、はい、それから春分図っていうんですけど、うんうん、1年間を決めるような星の配置で、うんうん、水星が11ハウスに入る。友人とかね、異業種の人たちとのつながりが新しい刺激とか発想の転換をもたらしてチャンスにつながるっていう感じがあるので、ぜひですね凝り固まった考えを揉みほぐす、でそのためには新しい友達を作ってみる、違う会社の人とコミュニケーションを取る、なるほど、ポイントになりそうです。第2位は天秤座さんですかね。この天秤座さんはぜひ目を向けていただきたいのは先輩とか上司とかです、うんうん、こちらは社内の方。社内の方です。なんなら親でもいいかもしれない。巨人の肩の上に乗るって言葉があるでしょ、はい、自分でできることって知れてるけど、うん、なんかこれまでやってこられた人の肩の上に乗ったら違う景色が見えるじゃないですか、うんうん、それと同じで我々も巨人の肩の上に乗るべきなんですよ。なるほど。なので上の人ちょっと鬱陶しいなと思わず、うん、そういう方からの知恵を受け継いだり、うん、何かを引き継ぐこと、うん、そういうものを自分の才能にもうしちゃいましょうよ、うん、その中からいいものをちゃんと取っていけばいいんですね、うんうん、1位なんですけども、これは蟹座の方です、はい、でこれは、春分図お正月のチャートで、うんうん、水星とか濃度っていう星が一番上の方に登ってきています。自分の才能が職場で認められる可能性が、新しい何かというよりかは今まで自分が頑張ってきたことがついに認められる時期、うんね、意見が取りやすいんですよ。だから、積極的に自分の意見を言っていく、うんうんうん、それから整理して言っていく、はい、ダラダラダって言わないで、うん、私の言いたいことはこの3つですっていうふうに、もうストレートに、ストレートにちゃんと私の意見っていうのはこれですっていうことをちゃんと発表できるようになると、うん、キャリアパスの次に進んでいけそうですよ。次のステージへ期待できます、はい、それとねちょっとおまけなんですけど、はい、うん、今の職場ちょっと嫌だなとか、はい、合わねえなって思う人、悩んでます悩んでます、でもしそういう方の中で獅子座の方がいらっしゃったらちょっと考えてもいいかもしれない。あら、転職がうまくいく星座、うん、他にもいくつかあるんですよね。乙女座さんとか伊手座さんもいいんですけど、うん、とりわけ獅子座の人は自分の仕事面、うんうん、パブリックな面に関して何かブレイクスルーが起きそうで、他の会社からちょっと引き抜きじゃないけどちょっと落ち込ないみたいなことがあったとしたら考えてみてもいいかもしれませんね、うんうん、なるほど。続いてとっても気になっているんですが、はい、金運はどうなるんでしょう。やっぱ物価上昇とかがあって金運欲しいです。じゃあその中でいいなと思うのは、うん、伊手座の人が第3位かな。お、春分図って言うんですけど、はい、来年を象徴するチャートの中で冥王星と木星がいい角度を取ってますね、はい、でこれ強力な金運を表しています、うん、大きなお金が動くような仕事が周りでもしあったら、うんうんうん、ぜひそれに参画してみてください。会社員の方はねなかなか難しいかもしれないけど、うん、会社なんかちょっと見回してみて、うんうん、ビッグプロジェクトが動いてるなと思うような、うんうん、匂いを察知したらちょっと寄ってみて私にできることないでしょうかみたいなことをちょっと言ってみるといいかもしれない。とにかく大きいプロジェクトに関わってくると、はい、今までと世界の見え方が変わってきますからね、うんうん、事務仕事をしている方もどういうお金の流れになってるんだろうかってことをちゃんと見ておくと、うん、キャストっていうかメンバーですから、はい、そういう方もぜひいいんじゃないでしょうかね。そして第2位なんですけども、水亀座の方です、うんうん、春分の日に金星と土星が水亀座の人にとってのお金のハウスに入っています、はい、でこれはね計画性を身につけること、しっかりとした貯金もできるようになるかもしれない。だから、まあ、今更なんですけど今ほらスマホでできるじゃないですか、家計簿、ポイ活、家計簿、うん、投資全部スマホでできちゃいます ね、でそれで見てみると方向もちょっと改善の余地あるなとかね、うん、考えられるようになると思うのでぜひお金周りの整理をしてみてください、はい、でそしてですね、お羊座の方が第1位です、はい、でこれは木星が金運のハウスをずっとこの期間にわたって通過中、うん、で、うんうん、思いがけない副収入ももしかしたらあるかもしれません。ただねアップ&ダウンはあるので、はい、アップの時に気を大きくなりすぎないように生きるお金の使い方をぜひ考えてみてくださいね。
続いてが恋愛運。恋の運に行きましょう。ちょっとモテる人たちと、うん、逆にこう一人の方との愛が深まる方々、うんうんうん、なるほどね。どっちもあると思うんですけどいかがですか、はい、人からの注目が集まるってことを考えるとまず3位サソリ座の方。これは木星が反対側にいて対人関係が広がっているので、うんうん、新しい出会いがたくさんありそうですね、うんうん、でそれからさっきからお話をしている春分図っていうのがあるんですけど、はい、これを元に考えると、まあ、自分の魅力を発揮しやすくなりそうです、うん、だから、まあ、バイラもちゃんとチェックしてみていただいて、はい、あの自分に合うファッションとか、うん、メイクとかね、うんうん、そういうものを工夫するとこれまで以上に周りの人たちのこう視線を集めることができそうですね、うんうん、まさに自分のチャームポイントを生かすファッションだったり、はい、骨格別のファッションだったりもバイラは発信しているので、うんうん、ぜひそのあたりもチェックしていただいて、はい、自分の魅力を引き立てるファッションをしていただきたいですね、はい、第2位なんですけど、はい、お羊座の方。これも春分図をもとに考えると月が5ハウスに入ります、はい、月っていうのは人気なんですけども太陽といい角度なんですね、うん、でこれは一言で言うと自信を持てるんですよ。あ、いいですね、うん、だから自分のに自信を持ってる人ってやっぱり魅力的に、うんうんなんですよね。謙遜ばっかりして私なんてとかできないとかってこう自分は甘えてるつもりかもしれないけど周りの人から見るとちょっとめんどくせえよって感じになったりしがちなんで、うん、あなたといると楽しいよ、うん、私も楽しいっていう風にいけると相手も、ね、確かに悪い気持ちはしないし、だから、自分の中の自信を持って笑顔を持っていけるといいんじゃないでしょうか。でそして、第1位ヤギ座さん。あら、ヤギ座さんは幸運の木星が恋のハウスに入っています、はい、なのでこれはもう一言恋のチャンスがすごい広がってるんですね、うんうん、ヤギ座の方はとっても真面目な人多いので私の相手としてはもうちょっとしっかりしててほしいなとか外面的なことを考えずに、うん、私がいて楽しそうな人だと思ったらぜひトライアプローチをなるほど続いてパートナー運が天秤座の人、うんうん、っていうのは今、はい、繋がってる人がいたらその人との関係を身も心も経済的にも深めていくチャンスです、はい、もう天秤座さんが最も運勢がいいですか。パートナーということに関してはね、まあ、いいというよりも深めるっていうことですね、うん、だから相手の嫌な面も実は見てくるんですよ、うんうん、そういうことも含めていいじゃんっていうふうに思えるようになるかどうかのタイミングなので、うん、そこをしっかりと向き合っていくタイミング、うんはい、他に2位3位の方々はいかがですか。そうですね、乙女座さんとかさっそり座さんとかちょっと気になるな。どんな感じなんですか。そうですね、乙女座の人は相手のネガティブなところに目を向けがちなんですよね。喧嘩も多くなったりとか、はい、なんか相手をついつい説教したくなったりしがちなんだけど、ここを乗り越えていくと大人の関係ができます、はい、ここ乗り越え期という意味で次のステップに進めるという点ではいい時期なんです ね。で、はい、ソリさんの方出会い運が広がっていきますから、はいうんうん、パートナー運といっても、うんうん、たくさんいる人の中からあこの人かなっていう人をこう選んでいける、うんうん、選べる楽しさがある時です、うん、あら、サソリ座さん結婚の兆しもっていう風にだからそのパートナーができていくプロセスなんですよ、うんうんうん、最後にこういろんな運勢をお聞きしてきましたけど、うんうん、全体運がいいですよっていう星座さんはいらっしゃいますか。まあ、変化の時ではあるけども、はい、牡牛座さんっていうのは木星が入ってますから、はい、セオリー的に言うと人生の新しいチャプターが今開く時です、ね、うん、それからもう一つ魚座の人、はい、で魚座は、まあ、いい悪いってちょっと言いにくいんですけど、うんうん、土星という星が入ってるので本当に覚悟を決めて自分と向き合う時なんですよ、うんうんうん、だからあのこれまで逃げていたようなことっていうのはもう逃げられなくなるし、でも逆にちゃんと腰を据えて向き合うと、はい、しっかりとした結果が出るんですね。なるほど、だから良くも悪くも注目すべきは魚座さん。もう1星座水亀座さんかな、うん、水亀座さんの身に起こることっていうのが、うん、これから長い目で見て社会で起こることの前触れなんですよ、はい、なるほど、だから水亀座さんが時代の最先端を走ってるっていうふうに思ってくださいね、良くも悪くも。ありがとうございます、はい、2024年もこう楽しみな1年になりそうです、はい、ぜひ良い年にしていってください。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。